こんばんは。神谷の本じゃないよこそ、管理人の神谷と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで本日はですね、テーマに沿ってですね、本を紹介できればなと思いまして、本日ご紹介するテーマが青春バンド小説というジャンルになります。まあ、僕自身ですね、中学3年生ぐらいの時からバンドをやり始めまして、まあ今でもね、細々と、バンドを、まあ趣味程度にね、続けたりしてるんですけど、まあもうなんで十数年、いわゆるバンドマンとしてですね、まあ生きてきた人間なのでなんですが、まあそんな、僕がですね、すごくおすすめしたい、バンド小説のですね、いくつかご紹介できればと思います。もちろんね、バンドをやってる人、やってた人とか、まあ、音楽に造詣が深い人にも読んでいただきたいんですけど、舞台設定がね、バンドっていうものを用いているだけで、まあいわゆる青春小説だったりとか、まあその他にもですね、いろいろな面で楽しめる小説になっているので、ぜひね、まあそういったそんなに音楽詳しくないけどとか、そんなに興味ないけどっていう方にもぜひ読んでいただきたい作品でございます。というわけで早速一冊目がこちら、階段途中のビッグノイズ、越谷治さんの作品になります。まあね、青春バンド小説と言って、まず一番最初に思いつくのが正直この作品かなと思います。まあもう内容はですね、超王道な感じで、主人公はですね、軽音楽部に所属しているんですけれども、まあその軽音楽部はですね、まあ不良のたまり場みたいになっていて、まあほぼもう開店休業中になってしまっていた。で、そんな中でその不良の先輩たちがですね、まあちょっとした不祥事を起こしてしまって退学になってしまうと。で、それと合わせてですね、不良たちが所属していた軽音楽部っていうのも、まあ、廃部になりかけるんですけれども、まあ、なんとかその廃部を免れるためにですね、実績を学校にアピールしなきゃいけないということで、まあ、文化祭のステージに立ってですね、学園中の生徒の前で演奏を披露してですね、なんとかこう廃部を免れていこうっていうような奮闘をしていくというですね、いわゆる青春部活もの的な物語になっているんですけれども、こう最初は一人だった主人公がですね、一人ずつこうメンバーを集めていってですね、その仲間たちとぶつかり合いながらもこう切磋琢磨していって、最後は音楽を通じて一つになってこうライブへ臨んでいくみたいなですね、もう本当にこうもう分かりやすくこう王道的な構図とですね、主人公たちの真摯な姿っていうのが、まあ、少しずつその後期の目線で見ていた周囲の人間たちっていうのを動かしていってですね、こう最終的に自らの力で環境を変えていった主人公たちがステージに上がり、そこから見る景色っていうのをこう、まあ、すごく綺麗に表現していてですね、本当にこう青春のきらめきとバンドっていうものの持つ力、音楽っていうものの持つ力みたいなものをすごくこう綺麗に物語に落とし込んでいる作品かなと思います。まあ、僕も初めてバンドを組んで演奏したのが、まあ、学校のね、文化祭の舞台だったんですけど、その時にね、見たやっぱり光景っていうのが今でも忘れられないぐらいすごい感動的なもので、なんかそういう感動をですね、追体験できるような作品になっていて、そういった意味でもすごく個人的に好きな作品です。で、まあ、あとはこうバンドに限らずですね、こう、まあ、初期衝動みたいなものって何事にもあると思うんですけど、そういった何かを始めるときに感じるこうワクワクドキドキ、そして何でもやってやるぞみたいな強い意志、思いみたいなものを大人になった僕たちにも、まあ、教えてくれる、そんな作品になっているのかなと思うので、そういうこう青春みたいなものを忘れてしまった大人にこそ読んでほしい作品なのかなというふうに思ったりもする作品でございます。はい、お次2冊目がこちらですね、熊谷達也さんの T
ティーンズエッジロックンロールという作品になります。こちらもですね、学生主人公のバンド小説って感じにはなるんですけど、ちょっとさっきのビッグノイズとは毛色が違ってですね、まあ、ビッグノイズが本当にこう音楽に向かう姿、そしてその周辺で起こるこう青春の出来事っていうのを描写しているのに対してですね、まあ、こちらの小説はもう少し、まあ、恋模様だったりとか、あとは周囲との人間関係みたいなところに重きを置いた作品なのかなと思います。まあ、あらすじとしては、まあ、主人公はですね、仲間内でバンドを組んで、まあ、これからプロになっていくんだ、のし上がっていくぞっていう気持ちでこう日々ライブに明け暮れていたんですけれども、まあ、残念ながらそんな才能はなくですね、まあ、徐々にこうバンド内でのモチベーション格差みたいなのも起こっていって、まあ、そのままなあなあとですね、なんとなくこうバンドが解散してしまうことになります。で、まあ、そんな中昇進でですね、まあ、仕方ないからバンドをやるために学校の検温部に入ろうということで、検温部の門を叩くんですけれども、そこでですね、こうどんな楽器でもできちゃう天才少女の先輩と出会うことになります。で、まあ、その先輩とですね、こう、まあ、部活を通して、まあ、いろいろこう仲良くなっていくんですけれども、まあ、主人公たちが住む町がすごく田舎でですね、まあ、そのバンド活動、まあ、例えばライブをやったりとか練習をしたりだとかっていう場所がなくて、なかなか活動がままならないっていう状況があって、まあ、そんな状況を改善するために自分たちの町にライブハウスを作ろうっていうことが目標になっていくんですね。なので、もちろんこうバンドをやるっていうところが一つのテーマにはなってくるんですけど、まあ、そこを超えてですね、自分たちがバンドをやるための場所を作るところから始めるというか、まあ、そこがむしろ主軸に置かれているっていうのが、まあ、すごくユニークな内容になっているのかなと思います。例えばこうバイトをしたり、実際にそのライブハウスをどこに作るかっていう場所探しをしたり、まあ、協力してくれる大人たちを探したり、そしてその間で主人公とヒロインが恋愛をしていったりみたいな感じですね。すごくそれがリアルというか、まあ、実際こうバンドをやるってなんか全然その音楽をやることだけがこう全部じゃないと思っていて、まあ、特に学生のね、まあ、部活とかでやるバンドって、まあ、むしろそこに付随する人間関係だったりとか、まあ、それこそ恋愛もそうだし、じゃあ自分たちがライブやるってなったらなかなか自分たちではできないから大人の協力を仰いだりとかですね、まあ、そういうことって実際にあることで、そこをこう描いていくっていうのがすごく面白いなと思ったところでした。で、実際僕もね、体験として、まあ、そういったところを経験してきていたので、なんかそこがすごく共感できるなと思った作品ですね。もちろんそんな中でこの青春のワクワクとハラハラみたいなものとか、こう頑張って背伸びして自分の本当は手を届かないところに手を伸ばしていこうとするみたいな、そういうこう青春ならではの青臭さみたいなところがすごく表現されていて、そこのね、こう少しだけ足りてない部分っていうのをそっと大人たちが協力していく姿、協力してくれる姿っていうのも描かれていてですね、なんかそこの優しさっていうのもすごくこう丁寧に描かれている部分なのかなと思います。まあ、本当に実際僕もその高校時代バンドをやってた時に、まあ、ライブをやりたいんだみたいな話をしてですね、まあ、父親にこう場所を教えてもらって、まあ、いろんなこう形でこう相談に乗ってもらったりとか協力してもらったりしながら、こう自分たちでこうライブを主催してライブをやったっていう経験があって、まあ、この小説を読んで、あるいはまあ大人になってみてその当時のことを思い出してみると、こうある種そのまあ父も子供だった自分、僕たちの姿っていうのを通してこう自身が昔経験したであろう、あるいは経験したいと思っていたその青春みたいなものを追体験してくれていたのかなと思った部分もあって、大人になってそういう姿にもちょっとまあ感動するというか、なんか思うところがあるなと感じた作品でした。で、まああまりこうネタバレになってしまうので詳しくは話さないんですけれども、すごくね、あの明るい物語として進んでいって、青春のキラキラとした、物語になっているんですけれども、こう最後が、まあ、ある種悲しい物語になっているというか、まあ、どうしようもないことで、まあ、悲劇的な結末を迎えてしまうような描き方になっていて、でもそこに対して主人公たちがすごく前向きに、こうなってしまったのだったら僕たちはじゃあまた前を向いて一からやり直さなきゃいけないねみたいな風なこう姿で終わっていくんですね。
で、まあそれってまあすごくご都合主義でもあるんですけど、なんかそこまでのこう紡がれてきた物語を通して見ていたその主人公とヒロインの姿っていうのがですね、なんかその結末とすごくマッチしていて、なんか納得感があってですね、そういった意味で強いメッセージを込めた結末にはなってるんですけど、まあ、そこに対してちゃんと向かっていってる物語になっているっていうのも、その、まあ、構造としてすごく綺麗になっているなというふうに感じました。どっちかっていうとこのビッグノイズの方がこうバンドをやってた人にこう強く刺さる作品っていう感じで、こっちのティーンズエッジロックンロールの方が、もう少し普遍的な共感みたいなものがあるのかなっていうような印象ですね。まあ、どちらもそんなこと関係なく面白い作品ではあるんですけど、まあ、そういったちょっと違いがあるかなというような作品でございました。はい。そしてお次、最後3冊目になるんですが、こちらですね、処女のまま死ぬやつなんていない。みんな世の中にやられちまうからな。という、まあ、ちょっとね衝撃的なタイトルになっているんですけれども、このタイトルになっている言葉というのがですね、まあ、カート・コバーン、まあ、ニルバーナというバンドのボーカルカート・コバーンが残した言葉らしくてですね、まあ、それをそのまま引用しているというような形になります。なのでまあそんなにあのタイトルほど過激な内容ではなく、まあ、こちらも、青春バンド小説っていう感じになるんですけど、こちらは病で恋人を亡くした主人公の再起の物語になっています。主人公はですね、仲良く幸せに暮らしていた恋人をですね、まあ、病で失ってしまいまして、まあ、その失意の中、ある種諦めの中で始まった新生活で、けれどなんとかしてこう前を向いて過ごしていかなきゃいけないって思っていたところに、こうクラスで馴染めないようなちょっと変わり者の同級生たちと意気投合して、ひょんなことからその同級生たちとバンドを始めることになります。こちらもですね、こう文化祭の舞台に向けて、まあ、バンド活動をしていくっていうのをお話になるんですけど、まあ主人公はですね、実はその亡くなってしまった恋人と一緒にバンドを組んでいて音楽をやっていたんですね。なので、まあ、まさかそんな中でですね、自分がもう一度バンドをやることになるとは思ってなかったんですけども、こう流れでバンドをやることになって、仲間たちとのその音楽っていうのはすごく楽しいんですけれども、まあ、徐々にですね、その活動を続けていく中でヒロインとの思い出っていうのが想起されていってですね、まあ、なんとかこう切り替えて、まあ、ある種忘れてしまおうとしていた恋人のことが徐々にこう心の中に浮き上がっていって、なんとかこう抑えていた心にほころびが生まれていってしまうわけですね。そうしてこう苦しんでいる主人公っていうのが、仲間とのこう絆を深め合いながらこう音楽を通じて、まあ、少しずつですね、その仲間たちの優しさに触れて、あるいはその恋人が残してくれていたものに触れたりとかして、少しずつ過去を乗り越えていく糸口を探していく、そして前を向いて歩いていくっていうような物語になっています。まあね、ある種この病気で恋人が死んじゃってそれを乗り越えるみたいなのってすごくテンプレートな話だし、まあ、結構揶揄されがちな物語でもあったりすると思うんですけど、まあ、ちょっとねこの作品に関してはそこをすごくいい描き方しているなと思っていて、単なるお涙頂戴としてこう、まあ、死っていうものを描くのではなくてですね、ちゃんと亡くなってしまった女の子がその残された者たちのために残してくれたもの、そして逆に残された者たちがどういう思いを抱えてこう残されて生きていくのか、そしてそれを乗り越えていくのかっていうのをですね、まあ、すごく丁寧に描いていて、まあ、そこに乗せられるこう登場人物たちの関係性とかもですね、すごくいいんですよね。で、何よりも亡くなってしまうヒロインの描写っていうのがすごく良くて、まあ、ヒロインはですね、ずっとこう、まあ、死ぬ間際まで強がって可愛らしく明るく、主人公に振る舞っていくんですね。なんですけど、こう最後の最後で、まあ、少しだけ弱さを見せて、でもそれの弱さを本当は見せたく、主人公に見せたくなくて、明るいまま死んでいきたくてみたいな、そのジレンマをすごい抱えていて、そんなジレンマを抱えていたからこそ、なんか主人公を残して去ってしまうことにすごくこう、まあ、罪悪感と、まあ、いたたまれなさみたいなものを感じていて、まあ、そこに対してこうヒロインなりのアプローチでこう主人公を
元気づけたい、まあ、自分はいなくなってしまっているけれども、いなくなった世界でも主人公きちんと生きていけるようなお膳立てをしてあげたいみたいな、行動をしていてですね、なんかまあそれによってこう主人公が前を向けるようになっていくっていうようなお話になっているんですけど、本当にそのヒロインのキャラクターが素晴らしく魅力的だし、でも完璧じゃなくてちゃんと弱さも持っていて、なんかそこがね、ある種そうすごく美しく描かれていて、温かくて切ないようなその感覚っていうのを与えてくれる作品なのかなと思います。はい、タイトルにもある通り、あのカート・コバーンの言葉がねちょこちょこあの引用されてたりするんですけど、まあ、その言葉がやっぱりかっこいいんですよね。で、僕がすごく一番好きなのが、他の誰かになりたがることは自分らしさの無駄遣いだよなっていう言葉を引用しているんですね。で、まあ、これがすごくかっこいいし、これをね言うキャラクターと言うタイミングもすごいかっこいいんですよ。なんかそういうね、あの、まあ、セリフ回しの部分、あるいはこのキャラクターの描き方の部分ですねっていうのも、まあ、すごく魅力的で、なんか物語が王道でベーシックだからこそ、なんかそういうこのキャラクターとか、まあ、言葉っていう部分だとか、そういうところにすごくこう力を入れていて、そこがすごく輝いている作品なのかなというふうに思います。はい、そんな感じで本日はですね、青春バンド小説ということで、3冊ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、それぞれねタイプは似ているんですが、割とこうそれぞれね魅力が違う作品かなと思うので、ぜひぜひね、あのどの作品もおすすめなので読んでいただけると嬉しいなと思っております。はい、こう音楽を小説に落とし込むって、もちろん音を聞かせることができないので、まあ、いかにしてねその音楽を物語で表現するかみたいな部分に終始していく、まあ、もちろんその音楽の描写にこだわるっていうことも一つあるとは思うんですけど、それ以上になんかその音楽に行き着くまでの物語をちゃんと見せてあげることによって、まるでその音楽を聴いているような感覚になれるっていうようなところが、こうバンド小説、音楽小説の、まあ、魅力なのかなというふうに思っていて、なんかその辺がねすごく輝いている3冊なのかなと思って、今回ご紹介をさせていただきました。ぜひね、あの気になったものがあれば読んでいただければなというふうに思います。はい、そんな感じで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さよなら。